これからね、与えられた人生だから、誰かに私のね、性能力なり私ができることをね、お返しをする、その私のですね、うん、第二の人生が始まるんじゃないかということで、いろいろ心配される、ね、はい、方々にね、私はですね、この挨拶状を書いて、うん、この部屋にね、もうたくさんの花がいっぱいですよ。それで帰ってみてね、あ、僕はお葬式の時にはこんなになるなと、ただその時は白い花でね、こんなに赤い花ないなと思ったんで、その時にね、こんなに私の多くの患者さんがみんなね、うん、見舞いを、先生が無事解放されたってことね、その、いやもうね、その留守中も見舞いの花が来た、もうすでに、じゃあ事件の最中の時から、そうですよ、うん、それでね、こんなに多くの人にね、どういう答えていいかわからないから、うん、私はね、もうね、皆さんにお返しするよりもね、うん、私がこれから誰かにすることで、うん、皆さんのご恩に感謝するっていうふうなね、うん、そういうふうな挨拶を送って、うん、私は後半の人生にね、こういたんだけどね、のですね、学長を24年間もやったんですがね、うん、今私がやってる全てのことはボランティア、うん、そしてボランティアで私のできることをやらせてもらうということでね、うん、その私は前向きにこうやっているんですけれどもね、うん、だから私の気持ちはね、いつ召されてもいいという気持ちと、でも私のビジョンはね、うん、何か誰かが完成してほしいと思うから、はい、ですから私のこう頭の中に来るビジョンっていうのは大きなビジョンなんて、今でも聖路加病院の将来でも、うんうん、ライフプランニングセンターでも、うんうん、そのビジョンは大きな縁だけれども、私が完成することはできないから、うんうん、私はね、英国の詩人のブラウニングが言ったようにね、うん、大きな縁の一つの子になりたい、うん、そうするとね、誰かが後でね、それをですね、うん、この完成をする日が来るかもわからない、うん、そしてその子の一つになったこと自身が私にとってそれは満足である。まあ、本当に日野さんはその4000人ですよね、うん、単純にその振り返って、ね、そういう方の見取られて教えていただけますか。一つはね、最も不幸な死は殺されるということですよ、生きたいの、はい、それは戦争、はい、それから事故ね、はい、天災、はい、この間のね、多発テロのようなこと、うん、もうこれは最も悲しい死でしょ、はい、罪がなくして、はい、爆撃して死ぬというのも悲しいことでしょ、はい、うん、これはどうしても避けなくちゃならない、うん、人間に文明というのがあれば、はい、文明の利器で作ったね、ですね、この兵器で人を殺すというのは、この文明のですね、人間とは言えないということをもっと世界の人々が学ぶべきだと私は思うんです、はいはい、これはね、他人の力とかね、あるいはですね、自然のですね、不幸な力による奪われる死でしょ、うん、後の死というのはね、自殺をするか、うん、病気で死ぬか、はい、老衰で死ぬかっていう、うん、この3つに分かれるんです、うん、で今老衰ということはあんまりないですよ、うん、栄養が非常に良くなったということとね、何、はい、かの病気があるから老衰のように見えるんで、うん、医学的にその原因を追求できるから、うん、だから老衰ということはなくて、病気で死ぬっていう、うん、急性の病気か、この家で、どんな死なんですかね、この家でね、看護さんにも来てもらい、家の人も使って、うん、そのですね、働いて、うん、この私がですね、生活をした、この庭の見える部屋でね、うん、死ぬことができるの、それはもう最高の幸福だと思うよ、うん。でもそこで出血をするとか、うん、ね、難しい状態になると、どっかに入らなくちゃならないということは起こるけれども、うん、しかし全く治らないということは分かっているような、うん、病気にかかった場合には、うん、やっぱり家で死んで愛する者に囲まれてね、うん、そしてもう死が近いということが知らされたら、うん、本当に私はこの生まれて、うん、こういうふうにですね、この自分の職業につきね、はい、そして私自身全力投球したつもりだけれども、うん、ここで死ぬのはもうこれはですね、苦い杯を受けるのは当然で、人間としての運命である、うん、そして私が与えたものよりも、うん、私が受けたものが多いということを感謝してありがとうという、そういうですね、
受けたものへの感謝を持って、うん、私がやったことの功績などはね消えてしまうことなんですよ。私が受けたその恩恵なり、うん、愛を、うん、私は本当に感謝するっていう気持ちで目をつむることができればそれはもう最高ですよね。感謝の気持ちで死ぬと最後を迎えると生きてきてよかった私の命には意味があったという言葉が愛する者や家族や、うん、あるいは患者さんに残す私のですね最後の言葉と私はなると思う。ご自分がどう最後を迎えたいかなんてこともご自分の中にはあるわけですか。自然にも与えられてる、うん、どう生きるかという努力がその人のね、うん、死をデザインをしていると思うから後の人はそれを見るでしょう。私はですねどう生きるかということを考えればその裏は私には見えない誰かが見てくれる、うんうんしかない死だから死ぬ人はもっと真剣に考えてほしいということを患者は願いながらやっぱりそれは聞き入れないで死んでいく患者がね圧倒的に私は多いと思うんでね私はやっぱりねその大切な個人の死をね自分の死の一部のように考えてそれから私たちが学ぶっていうことをしなくちゃならない、まあ、こういうのを思います。よく死ぬことはよく生きることだと多くの患者と向き合う中で学んだという日野原さん。老いても新しく挑戦しよく生きようとする姿勢を私も学びたいと感じた